皆さんこんばんは。マックガイバーの小部屋へようこそ。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。はい。えー、本日のテーマは特撮です。ご紹介するコーナーは、タグデイクイズ、私は誰でしょうです。はい。えー、本日はですね、ウルトラ怪獣シリーズの51番ですね。そして、2000年ですね。 2000年製、えー、作の装備ということですけどもはいヒントは、まあ、透明ということですねまあこのヒントはかなり分かりやすかったかもしれませんねしかもこれからきっともっと話題になるであろう透明怪獣といえばせーのドンということですねこちらですねこのギョロッとした目が特徴的なネロンが ですね。はいこちらの紹介となりますはいえー、っとですねまあじゃあちょっと眺めていただきましょうねはいこんな感じですねよいしょこうですねはいいかがでしょうかえー、っとこのまあネロンガですけどもね今度新ウルトラマンにもですね、えー、登場すると いうことはもう前々から、あーね、情報としては開示されてるわけですけどもね、一体どんな展開になるのか。はい。まあ、あのー、シン・ウルトラマン関係の動画はこれまでもたくさんアップしてますので、よろしければ、あまたそちらもご覧ください。はい。えー、新しく出たね、ムービー・モンスターシリーズのこのネロンが、今回のシン・ウルトラマンバージョンの装備とかもね、ご紹介一緒にしてあります。よろしければご覧ください。 で、えー、こちらのですね、ウルトラソフビ長ズカンによりますと、こちらがですね、えー、っとこの商品の特徴でいくと,、えー、っと、口の中と背中の彩色が増え、成形色が濃くなったということが、このソフビの特徴ということになるようですね。はい でではですね、まあ、全体はこれにしておいてあとまたね細かくは見ていきますがまずタグねいきますねはい、えー、タグですけども「ウルトラ怪獣」シリーズ51番ということで2000年となってますねまああのこの2000年代の装備っていうのは本当にね出来が素晴らしいので大好きなんですねタグも含めてねはい、えー、まず「ウルトラマン」で登場しましたよとそして、えー「ネロンガ」ですねうん 51番、透明怪獣、ネロンガと。身長45メートル、体重4万トン、出身地、伊豆、岩見山。いうですね。で、51番ではね、結構意外ですね。もっと人気があるかなと思うんですけどもね。はい。うん、で、劇中と。はい。で、えー、開けますと、こんな感じですね、えー。価格が700円ということですね。51番、ネロンガ。透明怪獣、ネロンガ。 ウルトラマン第3話「家督隊出撃せよ」に登場ですね。普段は透明だが電気を吸収すると姿を現す。えー、触角から鋭い破壊光線を発射するということですね。はい。でまあこの時はあの星野くんがねある意味古軍奮闘する感じの回でしたしね。うん。まああとはそうですねやっぱり透明というところはね うん、やっぱりこう特徴的だったんですよね。私その怪獣の中ではネロンがね好きなんですよ。別に透明になるからっていうだけじゃなくて、なんかこうね、怪獣らしい怪獣っていうね、どうもこう、なんていうんですかね、まあ、うん、印象が強いというかね。まあ、ここがバラゴンの背中だったりとかね、まあいろいろ状況はありますよね、首だけすげ替えてとかね。まあまあ、それはまたそういう動画も作りましたけどもね。 はいじゃあね見ていきたいと思いますまず全体にはこの成形色が濃くなっていると画面越しにはね結構明るく見えますけどもねかなり茶色の暗いトーンのー成形色になってますそして口の中ですねここが塗られているということそして、えー、この角ですねここから合わさった時にその破壊光線が出ると、まあ、ウルトラマンには通用しなかったですけどねはいで、えー、手の可動がありますねはい あと、この装備はね、確かこれも特徴的だったと思います。これもなかったと思います、今までね。そして、足の可動ですね。はい。それから、尻尾もね、まあ、もうこれほぼ動かないですね。で、この背中ね、ここの塗装がね、多分しっかりしてるんだと思います、コードがね。うん。なので、かなり、あの、重量感のあってね、いい装備だと思いますよ。で、えつぶらやプロネロンガということですね。そして、バンダイ1994となってますね。 なので94年のこの金型を元としてあとは塗装が変わったということですねやっぱりねこの横顔ですよねネロンガってねうんこの初代ゴジラのようなねどこ見てるのかわからないこのギョロッとした目とそしてこの口このショットがねやっぱりネロンガですねでしかもあのこのねスーツアクターとしてこの時入ってらっしゃったのが中島春夫さんなんで 初代ゴジラのね、カルっていうか、まあゴ,ジラはい、ゴジラのツーツアクターをずっとなさった方、ね。そして、戦ったのは古谷敏さんっていうね、まさにこの、うーん、後々でもね、お二人が話すお話が聞けましたけどもね、怖かったって言ってましたね、中島晴夫さんの勢いがね。はい、で、えーまあ、こちらですけども、このネロンガといえば、出てくるのはこちらということですね。はい うん。で、大きさですけども、ネロンガの大きさが、身長45メートル。なので、まあ、ここが4、ちょっと待ってくださいね。はい。えー、よいしょ。ここが45という理屈になればですね、ウルトラマン40メートルですので、どうかなっていうと、これがね、いい感じですね。ぴったしですね。うん、このぐらいの迫力ですよね。はい。なので、かなりいい比率なんじゃないかなと思います。うん。やっぱこのね、 このサイズにやっぱ合いますね。s s g ギアアーツにぴったしのサイズ。これよりも大きくても小さくても違うっていうね。うん。いいですね。はい。まあ、かなりの激闘でしたね。ここはね。こういう感じで、こう、ぶわっとこうね。こうですからね。こう。もうこう言ってましたからね。うわっとこうね。はい。というのもあっ で、いい感じですね。うん。はい。まあ、どうですかね。まあ、今度ね、シン・ウルトラマンでどういう活躍になるのかなと、私、あの前の動画でもね、だいぶ前ですよね、動画で喋ったんですけど、あの予告編をね、まだネロンガとガボラだけしか出ない時でしたけど、どう見てもね、2体がほぼ一緒なんですよね、形が。だから まあ新ゴ時代のように何か進化するとかそういう流れがあるのかななんて思ったりしてますけどね非常に楽しみですけどもねまあでもこのね、えー、怪獣らしい怪獣肉弾戦で戦ってったこのネロンガとの対決っていうのはね迫力ありましたよあの、えー、発電所のねとこ,こも含めて是非ねご覧になっていただきたいなと思います はい、えー。というわけで本日はですね、えー、ウルトラ怪獣シリーズ51番ネロンガの祖父ビの紹介でした。はい、えー。クイズの方当たりましたでしょうか本日もご視聴いただきましてありがとうございました。ギロ。ギロッと来てますね。ギロッとね。はい、えー。この動画気に入っていただけましたら、グッドボタン。またチャンネル登録、継続視聴。お知り合いの方にお伝えいただけましたら幸いです。またコメントいつもありがとうございます。ありがとうございます。GO! はいえー、またね、えー、これからもコメントいただければ本当に嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。当面になりますドロン